はいどうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。新スキル即悪用おじさんです。さあ今日なんですけれども、新しいねシューティングスターロードっていうスキルをね悪用していこうかなと思っておりまして、これね何をねしたいかっていうとね、これジャンクシンクロンが一枚初動でシューティングスターになれるよっていう説明はねもう何回もしたと思うんですけども、動画で8シンクロだったらね汎用的に何でも出せるんですよ。でジャンクウォリアーからのねジャンクシンクロみたいな感じで、まあ5、3並んで8シンクロで、まあ、スタラストとかね、デストロイヤーもちろん出るけど他にも出せるんですよね。8シンクロモンスターであれば、まあ、レモンとか、まあ、ハマとかねいろいろあるんですけども、今日はですね、こいつですね、カラクリ大将軍ブレイド、このモンスターを出していきたいというふうに思っておりまして、これ8シンクロいろいろ目通していたらこいつがいましてね、こいつ強かったじゃないですか。これカラクリデッキ回してた人だったら分かると思うんですけど、このカードがシンクロ召喚に成功したらデッキからカラクリモンスター相手に特殊ができるよっていうのと、カラクリモンスターが表示形式変更されれば自分はデッキから1枚ドローできるよっていう効果なんですよね。アドバンテージをかなり稼げる効果なんですけど、これでこれ出していきます。カラクリ3本西パチで、西パチは特殊召喚に成功すると表示形式ね変更できますんで、モンスターがね、だから自分を変更したり、まあ相手のモンスター変更したりとかしてね、でまあこのワンドローを使っていくと、で思ったのはですね、要はモンスターがいっぱい横に展開できるんですよ、このデッキ。まあ、ジャンクシンクロンしかり、ブレイドしかり。ってことはですよ、結局、これ最強なんじゃねっていう。このカードたち。これめっちゃ強いんですよね。土球部隊とエネコン。まあ、エネコンが一番強いですね。シンプルに、カラクリ大将軍ブレイドとかを展開して、1枚とかドローしながら、この邪魔になった3、西パチか。西パチをリリースして、エネコンで相手パクってワンキルとか、できるんで、めっちゃ強いんですよ。なんで、今日は、先行制圧ムーブみたいなことしながらね、この土球部隊とエネコンで相手のモンスターパクって、もうなんかシューティングスター出さんくても、これ勝てるよっていう、シューティングカラクリンクスっていうね、そういうデッキをね、使ってデュエルしていこうかと思います。結構ね、強いです。ちなみに、カラクリ大将軍ブレイドは、中大以外の機械族を使わないといけないんで、こっち入ってますっていう、武蔵入ってますっていう感じですね。はい。早速、やっていきましょう。ワンチャンね、これね、もはやね、シューティングスタードラゴンね、なくてもいけるまであるけどね。デュエル、スタンバイ。これが俺と、さあお相手またシューティングスターロード来た。シューティングスターロード、あれすげえよな、そのスキルな、お互いミラーだな。俺のターン、やれ、聖火引いてよかった、聖火引いてよかった。ジャンクコンバーターからの、ジャンクコンバーター効果、ドキューで壊れるから、これオライオンの効果使っていいな。オライオンの効果、そうトークンはね、ドキューのコストで、ジャンクシンクロンの召喚、ジャンクシンクロンの効果と、ジャンクシンクロンの効果によってジャンクコンバーターを特殊召喚、レベル2のジャンクコンバーターにレベル3のジャンクウォリアーをチューニング、シンクロ召喚、超獣牽制、ムサスイー、ムサスイーの効果と、ムサスイーの効果で墓地の機械族モンスター1体を回収、オライオン、そして墓地のコンバーターの効果発動、ジャンクシンクロンを特殊召喚、そしてこれによってレベル5とレベル3、これでシンクロ召喚していくのはもちろんそう、スターダストドラゴンじゃないぜ。いけ、誰やねんモンスター、カラクリ大将軍ブレイドシンクロ召喚、そしてブレイドシンクロ召喚成功時の効果発動、デッキからカラクリモンスター1体を特殊召喚できる。これによって西パチを守備表示で特殊召喚、西パチは特殊召喚に成功した場合表示形式を1体変更できる、そして表示形式が変更された場合ブレイドの方でワンドロー、強い、なんて強いんだ、なんて強い、なんて強いハンドなんだ、最強だ。なんて強いんだ。ただね、これで、ね、惜しいのはね、オライオンとかでねシンクロ召喚するモンスターもういないっていうね、ジャンクウォーリアーはね、オライオンからは出せませんので、正解いいだろう、なかなかお前も強いな。あとは、この土球と月のショットエネコンっていうカードで相手のあれですね、動き抑制していけばいいんじゃないでしょうか。コンバータはいいわ、コンバータでジャンクのモーターチューニングガムやるね、チューニングガムはやる、これは強い、まあ、ただシンクロモンスター以外は対象取れるんで、はい、ジャンクシンクロの効果で墓地からジャンクをまた蘇生してくる、でそこで土球部隊ですかね、
そこでドッキリ舞台打って、まあ、シンクロモンスター出されたら結局ね、あの対象取れなくなっちゃうので、厳重機トークもリリース。お前のジャンクコンバーターを破壊させてもらう。ドカーン。よし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 。これで5シンクロはできるだろう。クイックローライオンあるか。なるほど。バトル。お、あ、やった。こいつエアブだな。テキスト読め。テキスト読んでいけ。これワンドロー入っちゃうぞ。テキスト読んでいけ。テキスト読んだ方がいいぞ。これ意外とみんなね、気づかないんですよ。これ結構ワンドロー入ります。ランク戦程度の実力しかないやつらであれば。ジャンクコンバーターの効果発動。ジャンクコンバーターの効果によって、ジャンクシンクロンを持ってくる。でだ、オライオン効果発動。オライオンの効果発動。オライオン効果で、こうして6シンクロ、入れときは出せるんですね。6シンクロ入れとき出せるんですけど、エネコンバトルフェイスでいっか。バトルフェイスでいいや、バトルフェイスイージービンでしょ。スーパーイージービンじゃないこれ。ネジパチで攻撃、そしてバトルステップ。手札がない。速攻魔法エレミーコントローラーを発動。フィールドのトークンをリリースし、お前のジャンクロンをもらうぜ。これがスーパートークン有効活用新スキル悪用デッキ。対戦ありがとうございました。ほらオープン射出しすぎないこのおじさん。さあ正眼か、いいだろう。進化した最強ドラゴン先行取っての熱いな。よしいいぞ。ジャンクコンバーターだな。ジャンクコンバーターの効果発動。ジャンクコンバーターの効果によって現状機オライオンを墓地に送ってジャンクシンクのお手札に加える。そしてオライオンの効果も発動し、オライオンの効果発動、トークンを生成。そして、ジャンクシンクロンを召喚。ジャンクシンクロンの効果発動。ジャンクシンクロンの効果によって墓地のジャンクコンバーターを特殊召喚。そしてレベル3のジャンクシンクロンに、じゃあ逆だ、ジャンクコンバーターにジャンクシンクロンをチューニング。超重形成ムサシ。ムサシ効果発動。さらにムサシの効果に遅延し、ジャンクコンバーターの効果も発動。ジャンクコンバーターの効果によって墓地のジャンクシンクロンは特殊召喚される。これ強いんだよね。オライオン回収ってさ、これやってることさ、単純にさ、ジャンクコンバーター1枚でジャンクシンクロンサーチしてるみたいなもんなんで、これめっちゃ強いんですよね。これでですね、これでデッキトップ魔法トラップがいいな。でカラクリ大将軍ブレード特殊召喚。ブレード特殊召喚成功時の効果発動。ブレード特殊召喚成功時、西パチを特殊召喚。西パチ特殊召喚成功時効果発動。叩き起きる。おいねえ、ブレード効果でワンドロー。あー、なるほど。これはね、ブラックセットね。強そうな動きして、ブラックセットエンド。これで、白木霊竜とか、で、エネコン外してもらうみたいな感じですかね。さあ、あ、いいだろう。青木目の研修だろう。シンクロされるそうでも、まあ別にそんなに痛くないかな。シンクロされそうでも、まあそんなに今は痛くない。で、問題点としては、でも次クイックロー持ってこれるんで、トークンさえ生き残ればって感じかな。トークン生き残ってれば、まあ、クイックロー出せるし、あ、オライオンクイックロンが、あ、できますね、これね。大丈夫そう。反動1枚来るでしょ。次のターン、ジャンクデストロイヤー出せるんで、1妨害なら踏みに越えていける。さあ、行こう。さあ、レズミ乗ろうぜ。あ、なるほど。霊竜、いいだろう。ちょ、真ん中抜いて。よし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 。ブラフが生きたぜ。ブラフクセ生きた。はっはっはっは。エネミーコントローラーは守られた。これがプレイングってやつよ。さあセット、あ、いいだろう。セットいいだろう。これ正がいいのか。正がいそうだな。正がいそう。あ、それ殴ってくれるんですか。マジ。これね、知らない人結構多いんだよね、カラクリ西パチ。もう覚えてないのかな。西パチはそもそも入ってなかったか、あの頃のカラクリに。これ攻撃されるとね、表示形式変更されるんですよ。だからね、ブレイドの効果反応してワンドローできるんですよね。だからね、なるべくね、ブレイドから処理するっていうことを心がけた方がいいです。まあ、もしくは今のはトークン殴ってから、セーガーになってブレイドを殴りに行くって感じかな。はい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 。で、セーガーになる、で、ブレイドは別にいいんじゃないかな。ブレイドは、さあ来た来た来た、ジャンクシンクロも来た。ブレイドは別にいいよ、それ。殴られても。もう、役目は終わった。お前の役目は。お前で開けば終了だ。これであとはクイックロンが持ってこれるので、あ、普通シンプルに引いた。シンプルに引いていく。
ってことは、まあ、クイックロン効果使って召喚権は待った方がいいかな。コンバーターでいっか。コンバーターでこうで、これで、まあ、高滑とかあの踏むと、まあ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 しょうがないねみたいな感じになる。さあどうする。なるほど、何もしない。ってことはジャンクデストロイヤーが通る。さあジャンクデストロイヤーの効果発動。ジャンクデストロイヤーの効果によって、進行召喚に成功した場合、チューナー以外のモンスターの数まで、相手のカードを割れる。伏せ割る。伏せ割ってくで、因果切断がなんか多分使われ、サンダーブレイク OK。サンダーブレイク。で、どれ割る、どれ割る、どっち割る、そっち割る。エネミーコントローラー発動、エネコン発動。おい、おい、おい。見ましたか皆さん、これがね、特に、あ、伝説の日らしいでしょ。特段ね、あのシューティングスターを出さなくても勝てるカラクリンクスってやつです。ゴー。対戦ありがとうございました。やはりね、エネミーコントローラーとかいうカード最強ですわ。さあお相手の方、何日記だこれ。絆か、ハーピーかな。ですね、これは一旦ジャンクロン召喚、まあ、カラクリムーブか。これはシンプルにカラクリムーブ。ジャンクシンクロンの効果とジャンクフンバーターを特殊召喚。これはまあね、武蔵ちょっと使っちゃうんですけど、まあしょうがないですね。で武蔵豪華ほいほ、頼むぞ。これクイックロンとさ、オライオンでさ出せる8シンクロで先行で出して強いモンスターっていないっすよね多分ね。フルールドシュバリエとか弱いから、なんか探したんですけど、なんかあの先行でクイックロンから出せる8シンクロ強いのいないんだよな。クイックロンってシンクロモンスターのあのをスワイプするモンスターしか出せないんですよ。モンスター効果だからね、まあ他のモンスター出したら強すぎたけど。で西パチ特区でしょ。で西パチ効果叩き起きる、西パチ効果強制叩き起こしで、ブレイド効果叩き起きたらワンドロー OK。 あーまあ悪くないね、悪くはない、まあ悪くないね。田代いくよ、僕のターン。さあどうする。ドロー、ドローいいだろう、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 ドローいいだろう。さあどうする、やめろ。挨拶やめろ、すぐ挨拶すんな先輩。おい、なんで BF から局所飛んでくんだ、おかしいだろ。なんだこいつ、なんだ来期に入ってないやつか、それともあれか、あのレベル1のレベル1のやつ入ってないことある。黒い旋風効果レベル1のなんかあいつ、なんつったっけあいつの、あれ入ったことある、ビッグゲイル、はあ、やばい死にそう、死ぬ死ぬ死ぬ。あでもゲイル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 弱くね。お願いモンスターをアドバンス召喚、永続魔法やば。ちょっと待って、ちょっと待って、攻撃力集約マン来た、やばい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 、ブラストブラスト強え。ちょっと待って、ちょっと待って、お強すぎる、なんだこれ、やばい、モブ狩り。これなんか俺がさいつもフリー対戦で使ってるなんかスキルホーリーデッキなんだが、やばいやばいやばい、シュル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 。ああそっか、でもシンプルに来期に入ってないっていう話、局所入ってるんでしょ、来期に入ってないんじゃね、もしかして。そんなわけないよね、そんなわけはない、そんなわけはない、そんなわけはない。でブラストも出てくる、やばい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 って、これ5000ダメージオーバー食らうやん、やばすぎない。絆の力、ははははどういうこと、どういうデッキこれ。ちょっとあのランク戦で周回するのやめてもらっていいですか。